皆さんこんにちは。あなたを歌声と笑い声で癒したい担当心です。佐藤君高です。よろしくお願いします。お願いします。毎週週替わりでチャーマンズメンバーがラジオパーソナリティをします。今週は心が担当します。今週癒されるね。あ、よかった。歌声と笑い声と、あ、よかったです。ミスで笑わせて癒してくれてありがとう。ちょっと予想外で、今週ね、ちょっと恥ずかしいですね。ちょっとよろしくお願いします、うん、はい。本当になんか最近暖かくなってきて、そう、ね、春が近づいてきてる感じですけれども、君高さん暖かくないですか、その服装。あ、今の格好、はい、パーカーにジャンバーみたいな。ちょっとね、一番難しい季節じゃないだろう、うん、あ、日中だったら、うん、いいんだろうけど、うんうんうん、ちょっと夜になるとまだちょっとっていう。あー、確かに冬物ではないけどね。でも羽織ってる、あ、薄いやつだけど、はい、見てるだけで暑くなっちゃう感じ。脱がせようとしてる。俺のこと今脱がそうとしてる。巧妙な手口で。違います。暑いですよね。まあね、うん、確かに確かに。うん、私が一番好きな季節が春で、あ、そう、はい、すごいどんどん嬉しい気持ち。じゃあ今一番もう春、そうですね、心の中でもう今って春。あ、でもなんか気温的に春を感じる感じはしますよね。まあ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 、3月ですもんね。花粉症とかそういうのはない。 あります。え、あるのに春が一番好きなの、はい、そうなんです。なんで憂鬱になんない、その花粉の季節になると。あ、すごくなります。今日さ、この今撮ってる時、うん、今日結構ひどくなかった？ひどかったです。ねえ、はい、どうしてんの、なんかお薬飲んだりすんの？してない。え、何にも何にも何にもやんないで過ごしてんの毎年？はい。え、辛くない？辛いです。症状軽いの？でも喉と目なんですよ、一番ひどいのが。うん、喉痒くなって、うん、目も痒くなって、うん、うわ、そうなんです。なのでなのに春好きなの？春好き。それをプラマイしても春好きが上回るの？そうなんです。どんだけ好きなの？環境はあんまりなんですけど、うん、春っていう。何じゃ春のいいとこ？え、なんていうの、出会いがあるじゃないですか。え？別れもあるよ。でも、あ、別れもありますけど、その新たな自分。そんなに出会いを求めてるの毎年毎年春に？え、素敵じゃないですか、みんなキラキラしてて。春の出会いって何？だって夏でも他の季節でも出会いはあるっちゃあるよ。別にで春で新しく学年であったりとかクラスであったりとか、そういうクラス替えするとか。そうです、そうです。周りが変わって。変わりたくないって時ないの？今のが最高すぎて、うん、別れが欲しいっていうのもあるっていう気持ちもありますけど、うん、結局なったら、うん、わーみたいな。テンション上がるの、そういうクラス替えで、はい、いや、え、ならないんですか？いや、学生の頃、まあ思い返してみれば、うん、まあ、その小学校の時とかさ、うん、ワクワクした記憶はある。そうですよ。好きな子と一緒ならいいなとか、俺はね、あ、思ったりしたね。うわ、それならもうなおさらワクワク。あと仲いい友達とかさ、はい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 、一緒だといいなっていうのはあったかも、うん、うん。そういう出会いってこと？はい、素敵です。それだけ春のいいとこ。え、逆に君高さんは好きな季節？秋。秋、うん、え、その理由は？一番何にもないじゃん、害が。何もない。夏は、春はだからそれこそ花粉症、うん、あの気候的には好きなのよ春も、はい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 、でも花粉症があるからどうしても足引っ張る。夏、ね、暑い、汗かく。確かに。冬寒い、うん、秋一番害ない。ちょうどいい。確かに。カーディガン羽織るぐらいの、うん、でも欠点は短いっていう、うん、なー、確かに確かに、確かに。すぐコート必要になるでしょ、うん、寒くなってやたら長いでしょ冬って。はい、長い。で、秋ってほんと短いじゃん。あ、でも秋はやっぱり一番害がない。うん、俺にとって害がない。ああ、あとご飯が美味しいですよね。いや、全然気にならないそんなの。年中美味しいから。ご飯は、あ、別に、あ、害がないから好き。全然春でもサンマ食べるしね。あ、美味しいしサンマ。別に秋だけじゃないしね。うん、高いけどさ、はいはいはい、全然全然。栗ご飯食べるし。あ、冬に栗ご飯食べるしね俺。
なかなか、なかなか珍しい。全然全然、食べ物、スポーツの秋とか、読書なんか年中するしね、うん、スポーツも、ね、年中、最近はしないけど、まあ、そうですけど、やろうと思えばできるからね、うん、秋だけの特権じゃないから、何もないから俺の論破でいいですか、はい、確かにそれで盛り上がってた自分がなんかちょっと恥ずかしくなっちゃいました年の子ですよこれが。うん、確かに昔春好きだった頃もあるよ、花粉症じゃない頃は、うんうんうん、でも長く生きてるとね、秋、やっぱ秋、うん、私もそうなりそうです、今聞いてた限りでも北海道とかに住めばね、うん、北海道って花粉ないんじゃなかったっけ。そうなんですよ、寒いからです。うん、そうなん、そうなるともしかしたら春が、北海道の中の春が一番好きかも、もしかしたら。あ、花粉症さえなければ。あ、うん、北海道いいですね。え、じゃあ思ってなさそう。私一番行きたいところ北海道なんですよ。はい、鍋食べたいっていう。いや、宮城でも食えるよ鍋北海道鍋有名寒い中カリ鍋とか、そういうこと。あ、石狩鍋みたいな。いい感じです。いや、絶対できるよ宮城でも鍋は。鍋に、なんかね、魚介類が新鮮だとかは分かるよ北海道のね、安くてみたいな鍋入れちゃえば一緒じゃない。まあまあ、まあ、北海道で食べる鍋に憧れるっていう、この寒い中で、ね、外で食ってるイメージで話してない今。いや、寒い中とか、あの、私のシチュエーションだと、あの、寒い中家に帰ってきます。北海道ね、めちゃくちゃ寒いからね北海道ってなって、マイナス30度とかだよ、帰ってきて暖かい家で鍋できてるよ、はーいって言って、うん、暖かいホクホクの鍋を食べるっていう。宮城でできるってしょ、だからそれは宮城でできんじゃん。宮城もまあまあ寒いよ。極寒の中で食べる鍋が憧れます。そうです。なるほど、そうなんですよ。なんか今日は話が合わないな心と。なんかこうバチバチだな今日は。頑張りましょう一緒に。そうだな。はい、うん、はい、ここでちゃんまずから1曲お届けします。聴いてください、水玉のアンブレラ。
ウルボッコラディオ心のなぜ何どうしてのコーナーこのコーナーは、はい、心の目線だから気づく普段過ごしている時にふと思う疑問について君高さんとお話をして、うん、解決をしていくというコーナーになっております、はいはい。本日は自分の疑問とあと視聴者さんからいただいた疑問の2つをリスナーさんね、はい、リスナーさんテレビじゃないから、ね、視聴者って見てないから、ね、シーンはなぜ確かに、はい、を一緒に回答していけたらなって思います、はいはいはい、ま、あ、じゃあまず私の疑問いいですか。 何あんの？あります、もうバンバンあるんですけど、アリさんわかりますか？え？アリってあのアリ？虫のアリです。そのアリさんってすごくちっちゃいじゃないですか。そうだね。すごくちっちゃいのに、なんで頭がいいんだろうなっていう。頭がいいっていうのはその集団行動してるじゃないですか。多分脳みそがあったとしてもすごくちっちゃいじゃないですか。まああったとしてもね。はい、なのに。なんであんなに巣作って、はい、巣作って、ここはそうです食料の保管庫、寝床とかなんか分けてんだよね。そう、あとみんなで一列になって歩いてってみたいな。確かに確かに、すごいなって思って、うん、はい、これをちょっと解決していこうかなって思います。すごいね、夏休み電話相談室みたいな、はい、子供の確かに本当のねそういう専門家の人が答えてくれそうなえ、でもすごくないですか。いや、すごいと思うよ、それ今言われて。確かになと思うよ、うん、いや当たり前のようにね。そうなんですよね、思ってるけど、うん、すごいよね、アリって、はい、あの団結力というかさ。そうです、そうです、それがやっぱ今の日本人には足りないところだもんな、ね、今の人間社会にあれがあればさ、もっとな、確かに、より良い日本になるもんな、うん、あれはもう本当政治家の皆さんに見てほしいよな。アリをですか。アリを見て初心を忘れないでくれっていうことを言いたくないか。確かに、なあ、伝えたいですね、ぜひ。ああ、それどう思うの。だって何、アリが頭いいのはなんでですかって質問でしょ。あ、だってそれだって学者とか研究してる人に、博士とかにさ、うん、なんで頭いいんですかって聞くようなもんだもんね。確かに。そうですね。なんでできるんだろうね、あれ。触覚で、でもなんか全てをあれでしょ、だって。ああ、触覚なんですかね。脳みそはないでしょ、あんの？ない。あれって脳みそないよね。あるわけないよね。ないんだ。あんの？あ、だって目とかあるっけ？目ある？え、目は。アリのことをまず俺ら知らなすぎるもんね。全然わからないです。あ、確かに、うん、匂いとかなんですかね。鼻あるってこと？触覚でしょ。触覚あるよ。え、触覚って何の役割するんですか。物のほら距離感とか。ああ、距離感。確かに。そう。あ、なんで頭いいんだろうね。なんでそういう風に作ったんだろうね。そうですよね、神様がさ、うん、不思議だよね、はい、働きありとか言うもんね。言いますよね。ああいう風になりたいよな、一生懸命。でもほんと儚いな。あ、歩いてて気づかぬうちに踏んじゃってるなんて絶対あるじゃん。切ないな、ね、なんかちっちゃい頃なんてもうわざと踏んじゃったりしてましたもん、ね、俺はそんなことしたことない。あー、優しい。ちょっとちょっと私悪い人みたいになっちゃってる。あー、ちょっと言わなければよかった。掴んだりできんの？なんか触れんの？あ、でもちっちゃい時はちょっと噛まれたりとかない？ちょっと噛むんですか、アリさん。ちょっと大きめだとチクみたいない？トンボしかないです。トンボ？トンボしかない。トンボに噛まれた。トンボに噛まれた。そうなんです。あー、まあなんか感触あるかもな、トンボぐらいだと、うんうん、アリさん噛むんですね。え、噛むと思うよ、あるよ、そんな言いたいみたいな感じじゃない。あれなんかみたいな、なんか、うん、
争がある。すごい、なんか不思議な生き物だなって。で、調べてはなかったってことじゃ、まだ。そうですね。ここで解決できるかな、みたいな。できるか。でも俺がアリのこと、アリはねえ、なんて言わないよ。いい質問だねって言って、アリはねえって言うとでも思った。ちょっと期待して。考えたこともないよ。そうですよね。まあ、今度は。後で調べてみようか。はいはい。アリの実態な。知りたいですよね。知りたい、逆に。私も調べてみます。はい。ということで次はあのリスナーさんの方からいただいた疑問を解決していこうと思います。はいはい、ラジオネームアランスミシーさんです。はい、心ちゃん、キムタカさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今回も日常の疑問について考えてみました、うん、カップラーメンは大抵の場合お湯を注いでから3分で出来上がりになっています、うん、中には5分というものもあるし、はい、過去に1分でできるというものもあったりしたんですが、1分でできるものはあんまり売れなくて販売されなくなったみたいです、なんで3分で出来上がるのがいいんでしょうか、教えてください。はあ、すごいいい質問ありがとうございます。確かに当たり前のように3分、だいたい3分、うん、4、5分もあるけどね。そういう時には5分とかも。1分っていうのも確かに見たことある、あの、そうなんですか、バリ方みたいな。九州の豚骨バリ方、バリ方わかる、硬い麺。あ、そうそう、うん、なんかあんまり心食べたことなさそう、カップラーメンとあんまラーメンも食べたことないんじゃないか。大好物ですよ。違う違う、味の種類。あー、塩、塩塩か醤油。じゃあそのなんかバリカタなんちゃらカップラーメンとか食べたことない。ないです。何食べんの、カップラーメン一番好きなの。焼きそば。え、バゴン、あのごつもりみたいな。それ安いやつ、ね、安くて量多いやつね。すごく美味しい。学生の財布に優しいやつね。すごく美味しいですよね。ああ、なるほどな、うん、これ3分だもんね。でもね、そうですね。なんでなんだろう、だって3分、うん、いやでもやっぱり3分がドキドキなんじゃないですか、その待つのにちょうどいい、うん、ああ、3分より長いとちょっともう、ちょっともうイライラというか、まだかなみたいな、うん、1分だとちょっと早い、すぐ来るもんね。そうですね、飲み物とか箸を用意する前に。あ、それじゃない、その3分の間で何か一つできる時間が大体3分だから。あ、確かに。例えばトイレ行ったりとか。ね、うん、それが3分っていうなんかあんじゃないの、調べてさ。ああ、それがちょうどよかったっていう。まあね、でも極論言ったら入れた瞬間できてほしいんだけど、俺は。極論言ったら、ね、確かに。まあそうですね。それがいいです、ね。うん。うん。でもその3、だからウルトラマンも3分じゃない。あ、そうなんですか。そっから来てんじゃない。な、何ですか、何ですか。ええウルトラマン3分なんですか。ええ、何が何がですか。ええ、怖い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 。待って待って待って。ええ、ウルトラマン3分何がですか。何がです。いやいやいや、ウルトラマン3分え、あの、はい、ウルトラマンって怪獣が暴れた時に助けに来てくれるの、うん、違う星から、うん、あ、違う星からなんですね、うん、はいはい、地球に入れる時間が3分って決まってんの。すごい。3分経つと、はいはい、まあ、極論死んじゃうっていう。3分以内に相手を倒して自分の星に帰んなきゃいけないっていう縛りがあるの。面白い。あのカラータイマーって胸についてるのがピコンピコンって、あのもうちょっとで時間だよと教えてくれる時間の、あのタイマーみたいな感じだったんですか、あれ。そう、命の危険を察知するとかだと思ってました。まあまあ自分のね、だから要はそうだよ、自分の。あ、確かに確かに、うん、やばい、そろそろ3分だよっていう。知らないの、ウルトラマン3分。いや知らないです。え、でもなんか面白い、思ってたより面白そう。いい設定だって。ちょっと見てみたくなりました。強いやつ来るとハラハラするわけよ。あ、そうです、大丈夫、間に合うみたいな。3分で大丈夫、うん、面白い。そっから来てんじゃないの。でもカップラーメンの方が歴史長いか。そうですね、多分。え、じゃあウルトラマンがカップラーメンの3分設定取ったのかな。ありそうじゃないですか。
てことはカップラーメンにお湯入れてウルトラマンの戦いが始まって終わるまで見れば3分経つってことだよね。時間見なくてもいいってことだよね。まあまあまあそうです。めっちゃ便利じゃんウルトラマン。まあいないと思いますけど。いないって。確かにな。うん、いやでもさっき心が言ってたやつはそうかなと思った。ありますよね多分。3分が一番その人のメンタルに優しいっていう、ちょうどいい。なんか一個できるさ準備したりとか、あるじゃん、飲み物準備したりとか、ね、確かにどん兵衛とか5分だもんね。あそうですよね。ちょっと長く感じるもんね5分だと、うんうん。まあ、たまにわけわかんないカップラーメン4分とか5分で、うん、なんでお前がそんな時間取んだよって思うことあるもん、ね、あそうなんですね。天下のカップヌードル様でも3分なのに、うんうん、お前ごときが5分かよって思うときないないです、ないです。もっとすぐ柔らかくなるように作れよっていう麺。あとどん兵衛とか10分 あえて10分置いて食べると美味しいとかあるんだよ。10分どん兵衛、ふにゃふにゃじゃないですか麺。それがまたいいのよ。ふにゃふにゃっていうか、もちもちになるんだよ麺が。ちょっとおいしくって。もちもちになるんですか。10分どん兵衛っていう。美味しいよ。やってみて。その3分とかも合わせて10分。どういうこと。あ、5分？え、5分。13分って言ってんのもしかして。3分経ったとこから10分ってこと。はい。そしたら13分どん兵衛って言うよね。じゃあ10分で。10分。あ、そう。入れてから10分。美味しいな。そういうの知らないんだね。知らなかったですね。ちょっとやってみたい。いやでも心言ったやつが一番いいと思うな。本当ですか。納得できる俺は。うん、じゃあ私も自信を持って。自信持った方がいいよ。これです。もっと自分に。ありがとうございます。ちょっと元気出ました。はい、以上心のなぜ何どうしてのコーナーでした。ウルボッコラディオメッセージのコーナー。ちょっと笑っちゃった。カーラジオで聞いてる人事故るわ。びっくりして。急にでかい声です。はい、じゃあメッセージ読ませていただきます。ラジオネームアランスミシーさんです。チャーマンスの皆さん、キムタカさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。質問です。皆さんのこれはやめられないというものは何ですか。僕のこれはやめられないはコーヒーかな。朝起きてブラックコーヒーを飲んで、会社に行ってまた飲んで、仕事から帰ってきてからも何杯も飲んでしまいます。1日3杯くらいは体にいいらしいんですが、絶対3杯では終われられないのでちょっと良くないかもですね。口癖とかいったものもあるかと思うんですが、やめられないことがあったら教えてください。今週もラジオ楽しみにしています。収録頑張ってくださいね。ありがとうございます。やめられないもの難しいですね。あるだって。でも私あります。何食べること。あー、それは何、その三食以外に例えば間食しちゃうとかそういうんじゃなくて。あ、でもそれもあるんですけど。何を食べるのをやめられないの。もう食べること。いやいや、それみんな やめてないからさ。大体人間はやめてる人いないから、ほぼやめたら死んじゃうんだから。違う、俺だってやめてないよ食べることは。それはおかしい。なんかご飯食べたらどうしても甘いもの食べちゃうとか、そういうことだったら主食やめられないは当たり前だからさ。それ呼吸って言ってたと一緒だよそれ。呼吸とか。まあそうなんですけど、朝昼晩しっかり食べるってこと。そうです、そうです。あの、痩せたいって思うんですけど。やめなくていいじゃん、それ。なんでやめようとしてるの、生きること。じゃあ、やめて。頑張れよ。じゃあ、頑張ってます。頑張りたいんですけど、これからも。ちょっとあの、いや、食べた方がいいよ。あ、食べます。やめないで。食べます。はい。やめないで。やめません。何そ、何言ってんのね。違う。あの、たくさん食べたくなっちゃうっていう。ああ、暴飲しちゃうってこと。そうです、そうです。本当に毎回。それ、欲はでも、抑えてるってこと。抑えられないんです。もっとおかず、ね、唐揚げもう一個食べたいなとかさ、うん、あ、そういうこと。そうです。それを抑えられない欲というか、うん、食欲を、うん、いや、なんかよくサラダとフルーツだけみたいな買っていらっしゃるじゃないですか。あ、なんかカッコつけてるインスタグラマーみたいな、ね、やめてください、やめてください。スムージーみたいな、ね、やめてください。はいはいはい。いらっしゃるじゃないですか、うん、
私絶対無理で。いいんだよそんなのは。本当ですか。大丈夫ですかね。なんでああいうのに憧れてんの。いいなって思うの。あでもあのああいうことをした方が痩せれるんだろうな。痩せたいの。もうそりゃ誰だって。大丈夫そんなの。運動運動。ああ。運動増やせばいいよ。食べる量変わらなくたって、はい。確かに。うん。確かに。じゃあこれからも。心にあんなことされたら俺。心のこと嫌いになるわ。そんななんかスムージーとか乗せ出したら食べます食べます。心じゃないもんそんなのは。すごいいいこと言われちゃった。え、キムタカさんは何かありますか。時間ある大丈夫。いやでも 俺もコーヒーアランさんと同じかも。コーヒー、朝2杯飲むし、食後飲むとか今も飲んでるし。確かに。あ、いつも飲んでるかもしれない。そう確かに、うん、あもうやめられないんですね。やめれるんだけどなんか飲んじゃう。うん、癖になっちゃって。あと人を笑わせることね。うわやめられないわ。いい人だちょっと。これだけはやめれねえわ。ちょっと悪いなごめんな。感動しちゃうちょっと。いやいやボケだろどう考えても。お前恥ずかしいよ。情熱大陸じゃないんだよ。情熱を感じられました。はい、以上メッセージのコーナーでした。ウルボッコラディオ。はい、ここでエンディングです。チャーマンズから告知をさせていただきます。3月25日土曜日にチャーマンズ定期公演 in B1 ボックスボリューム3があります。そしてそして4月29日土曜日に仙台マカナさんにてチャーマンズスペシャルライブワンマンライブがあります。イエーイ。100人動員を目標としています。ぜひご来場ください。お待ちしています。詳しくはチャンマンズと検索していただいて、チャンマンズ公式ツイッターをチェックよろしくお願いします。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。宛先は strategyinfo@str-co.jp までお送りください。そろそろお別れのお時間となりました。お相手はチャーマンズの心と佐藤君高でした。また来週。バイバイ。